で、まあ聞いてて、まあなんつうんだろうね、個人的に本当に普通に好きだから、だからなんだろうね、あ、好きですみたいな。まあこのフラジールっていう曲は、まあ、本当にまあ恋の歌なんですよっていう、まあそのまんまなんだけど、それでは9月に発売されたシングル「おまじない」から「おまじない」です。どうぞ。不安定なパズルを端から並べてみた。溶けるはずもないよね、君の心みたいだ。好きな感じ一緒にいて分かってたつもりになってた。はっきりしたのは愚かな僕の方で。した過去のことを耳を傾けて聞いてる。何も返事をできないくらい黒色に染まってた。識別不可能に染まったその色彩を、ポケットにあるこの絵の具で明るい姿に変えるから、ずっと個人的にすごい思うことがあって、まあ、それはなんか詩を読んでるとすんごい歌いたくなってくるっていうね。まあ、特に好きな詩曲を紹介してるからめちゃくちゃ歌いたくなるみたいなね。それが本音です。結構喋っててなんつうんだろうね、音符というかもうその曲のフレーズを歌いたくなってくるね。リアルに。どうなんだろう、それを詩で聴いた方がいいのか歌ってる方を聴いた方がいいのか。でもこれは歌うと著作権に引っかかってしまうんではないかと、そういうちょっとした不安があるっていうのもありますが、まあなんかできる限り、まあみんなのリクエストにはお答えしようかなと思ってますが、なんかあれだね、途中からちょっと丁寧語で喋って、途中から普通にタメ語で喋ってとか、そういうのね結構ねみんなから聞くけど、まあ基本的に自由です。いつもそう単純でくだらないことがきっかけで傷つけてしまうよね、途切れてて会話むなしいよ、言葉が不器用すぎて邪魔ばかりする、好きなのに伝わらない、こんな思い切なくて愛しいだなんて言い慣れてないけど、今なら言えるよ君のために、隣で笑って
いてくれるのならば、これ以上他に何もいらないよ。出会えたことから全ては始まった。傷つけ合う日もあるけれども、一緒にいたいとそう思えることが、まだ知らない明日へとつながっていくよ、という曲です。機会があれば皆さん聴いてみてください。ということで、第14回マサラジどうでしたか。普通に俺的には日曜の深夜なのでめちゃくちゃ疲れてるっていうのが大きいですが、まあもう寒くなってきたので、風邪とか病気とか気をつけてっていうことで、まあ俺も気をつけるけど、みんなも気をつけよっていう、そんなノリでいきましょう。ということで、今日もおさらじ来てくれてありがとう。今度は絶対に土曜日にやろうと、まあやりますということで、風には気をつけて。じゃあまた来週。またね。